中年オタッキーです。今日は動画を作る予定はなかったんですけど、いつもね、行ってる行きつけの骨董品屋さんにね、ちょっと行く機会がありまして、カメラを仕入れてきましたんで、動画アップしようかと思いましてもうなんかカメラどんどん増えてやばいんですけどね。まあとりあえずそんな感じで今日はスタートしてまいります。はい、僕がいつもね利用してるね、骨董品屋さんはね、徳島県の鴨島町ってとこにあるね、今な吉野川市になるのかな、吉野川市鴨島町にある、ごっくろやおもしろ館っていうね、骨董品屋さんなんですけど、JR 徳島線のね鴨島駅を降りたらね、駅から出た瞬間にねロータリーの反対側にもう見えてるような、骨董品屋さんです。まあカメラがメインではないんですけど、僕が言ってることもあって結構カメラ入れてくれてるんですね。もともとはねスプリングカメラばっかり置いてあって、でちょっと普通のカメラ置いてたら僕が買い出したんでね、結構仕入れてくれるようになったんですよ。で今日はね、うちの会社の会長がね、僕がその骨董屋さんに行ってるのをよく知ってるんで、骨董屋さんで買い物するから、ちょっと積んでいってくれって言って、僕が乗せて行ったんですね。結構年取ってる方なんでね、運転もできないんで、でまあついでに、カメラを、目星のがあったんで買ってきました。まずはちょっとしょぼいやつからいこうかな。しょぼいやつからいこうか。こいつ、これね、 EOS750 クォーツデートっていうカメラです。これ実はねカメラいらなかったんですよ。カメラは欲しくなかったんですけど、ついてるこのレンズが欲しかったんですね。これね、3570マニアの私で、EF ね 3570F3.5 から 4.5A っていうね、こういうレンズです。これオートフォーカス専用のレンズで、マニュアルフォーカスはないんですけど、なんです。EOS が出た当初に、巻き絵レンズ的なね、存在のレンズでして、まあまあ映るんですね。で、3570以前カビ玉を持ってたんですけど、人にあげちゃったんで、持ってなかったんでね、ちょうどいいやと思って、ほんでこれ結構バリモンなんですよ。なんか全然ね、曇りとかもなくていい感じなんで、買ってきました。で、次は、こいつか。こいつがいいか。はい。もう持ってるんですけどね、現状調子がいい個体がもう残ってないんですね。不具合ばっかりで、修理する暇もないし、1台今バラバラになってるんですけど、でこいつはね、ISO 400までいける後期型なんですね。でなんで今更ね、その以前も紹介したカメラ2回ほど紹介してますよね、を買ったのかって言ったら、今エモい写真っていうのが流行ってますよね。でキャノネットはね、そのレンズの設計とかコーティングが古くて、カラーで撮ったらね、多分エモい写真撮れると思うんですよ。で使いたかったんですけど、調子いい個体が今んとこないんで、まあ、メンテナンスする時間もないです。仕事が忙しいんでね、ずっと走ってるんで、まあ、そんな感じでね、欲しかったんで、買ってきました。これね、自動露出もね、ちゃんと生きててね、あ、巻いてねえや、こんな感じでね、シャッター切れるんですよね。ファインダーとか清掃しなければいけないんですけど、まあそれは簡単なんだよね、こいつね。で次はこいつ、フラッシュフジカですね。これピッカリコニカ世代の、カメラになります。ピッカリコニカで後に出てるんですけど、結構写りがいいという評判を見て、で前からねこのフラッシュフジカが、その骨董品屋さんに転がってたのは知ってたんですよ。でまあいらないやと思って見送ってたんですけど、いい写りがいいんだったら買っちゃおうかなっていう気で、今日は実はこのカメラを買いに、買うつもりでね、うちの会社の会長さんについて行ったんですけどね。でもちゃんとシャッターも切れます。これね、電源が入らないとシャッター切れないカメラになります。目測ピント合わせ式でね、フラッシュも光るんですけど、ちょっと今これ電池が古いんで、フラッシュのパワーはねないんですけどね。でこいつね、フィルムが入ってましたもう巻いてありますけどね、もうね、ジャンクカメラあるあるですよね、フィルムが入ってるっていうね。
うん、これはね、実はね、こうクローズデート機能もあるみたいですで、まあ家族写真とかも撮りながらね、ちょっとカラー写真を撮ってみようかなと思います。カラー写真、カラーフィルムも大量に仕入れましたしね。はい、で今日の新打ち、じゃーん、ペンタックスの KM ですね。これね、レンズ付きです。シャッターもちゃんとね変速してますね。で露出計をまだ試してないんだな。露出計を試してみようか。よっ、よいしょ。これどうやって開けるんだ。あ、緩んできた、緩んできた。電池は入ってるけど、これ古いんだろうな。ん？何の電池だ？ LR44 か。よいしょ。老眼鏡。ちょっと強い老眼鏡に変えました。LR44 が入ってますね、最初から。よいしょ。では、電池を新品に交換いたします。出てこいや、ほら。LR44 のね、電池のカメラはありがたいですよね。安いんでね、100均で売ってるんで。よっ。そもそもこいつ、使い方は分かってないんですけど。何も知られてないんでね。とりあえず KM 欲しかった。KM っていうか KX が本当は欲しいんだけど、まあ、KM でもいいかなと思って。K2 か、何だっけ、分からなくなっちゃう。動いております露出計。250-8アンダー。違う。これ電池の向きが逆か。いや、これで合ってるな。露出計は狂ってるっぽいな。よ、だいぶ狂ってる。だいぶ狂ってるな。だいぶ狂ってる。露出計はね、使い物にならないっぽい。ただシャッターはちゃんと切れてますね。セルフタイマーも OK でした。でね、念願の、ペンタックス K マウントの純正レンズが入りましたね。バリモンです。完璧バリモンですね。何の障害もないです。あ、反射しちゃうか。今昼なんでね。これね、SMC ペンタックスか。SMC ペンタックス、55mmF1.8。スーパータクマの、SMC タクマの、まあ、後継レンズになりますかね。多分、その、年代的にもそのぐらいだとは思いますが。映りがどうなのか、このペンタックスの KM ね、いつになるかは分かりませんがもうカメラが多すぎて、とにかくね、いろんなカメラをね、そのが、出てくるんで面白いっていう方、もともとね、僕の動画っていうのはフィルム写真をね、もっとその元気にしようという、狙いで始めたんですけど、まあ、どっちかっていうと、そのフィルムカメラを買い漁る的な流れになんかだん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 変わってきてはいるんですけど、ただね、フィルムカメラ買うとね、多分ね、フィルムを消費すると思うんですよ。
それはカメラ買って飾る人もいるかもしれないですけど、大半の人はね、買ったらね、使いたくなるじゃないですか。で、写真撮ってみようって気になると思うんで、僕の狙いは結果的には当たると思うんですけど、これどうなんですかね。まあ今日はそんな感じでね、ペンタックス、KM、初代キャノネットの2型、EOS 750QD、ほんで、フラッシュフジカデート、フラッシュフジカデートですね。この4台で3000円でした。これね、値段微妙かもしれないんですけど、KX のレンズ付き SMC ペンタックス 55mm F1.8 が付いてるんで、僕は安いと思うんだけど、どうですかね。ちなみにね、僕が言ってるその、ご苦労や面白感っていうね、骨董品屋さんは結構いいねです。例えば今回はね、2回にわたって買ったんですよ。最初ね、このフラッシュフジカとキャノネットね、これ1台でね、500円で買おうと思ってたんですよ。で、まあ500円の買い物じゃかわいそうだからと思って、もう1台買おうと思ったらこれがあったんで、2台で1000円でどうって言って、まずこれを1000円で買ったんですね。で、だ違うとこにもあるよって箱に入ってるって言われて、そしたらこいつが出てきたんですよ。で、これいくらだって言ったら2000円って言うんで、2000円か。で、横にこいつがあったんですよ、ちょうど。このセットで2000円なら買うよって、そういうノリで買ってきたんですね。で、4台で合計3000円なんですけど、まあヤフオクで別々に買った場合だと送料だけで楽勝で3000円ぐらいいきますよね。4台ですからね。で、4台まとめてっていうんで、その欲しいやつをよりするのは難しいかなと思うんで、まあいいのかなって思います。で、まあちょっとタイトルにもしましたけどね、その骨董品屋狙い目、特に田舎の骨董品屋さんは狙い目じゃないかなと思います。都会ね、その東京とか大阪とかの骨董品店はですね、その、まあカメラを扱っていたとしても、もうその先客が来る可能性が高くなるじゃないですか。で、田舎はやっぱね、人が少ないしね、骨董品屋さんにカメラを買いに行くって人もなかなかいないと思うんで、田舎の骨董品屋さんでカメラを扱ってる場合はかなり狙い目だと僕は思うんですね。で、東京とかね、大阪とかもそういう都市圏に住んでる人は、田舎の骨董品屋さんにわざわざ足を伸ばすのはアホみたいなんですよね。交通費がかかっちゃうんで。でも何かついでの時があったらね、いいんじゃないかと思います。まあ、徳島とかだったらね、まあ阿波踊り今年中止になってしまったけど、遊びに来たついでにね、そのご苦労屋さん、今ダメですよ、僕が今買い物してなくなっちゃってるんで、鴨島町に来てもらってもいいですし、まあよそでもね、例えば大阪の人だったら、奈良とかね、丹波篠山方面とか、京都の北部とか、田舎に行った時にね、ちょっと骨董品屋さんがあれば、情報とか調べてね、行くのもありでしょうし、東京の人だったらね、例えば栃木とか、山梨とか、静岡とか、そういう方面に行った時に、ついでにね、骨董品屋さんを巡ってカメラないかなってノリで、調べてみるのも面白いかもしれないですね。まあ僕はね、その会社からね、わずか15分のところにね、そういうね、いい骨董品屋さんがあってね、本当にね、素晴らしくて、ね、もうあそこで何台買ったんだろうな、もう分かんないぐらい買ってますけどね。オリンパスペン EE だけで3台買ってますからね。もうバカかって感じなんですけどね。ほんと家帰ったら多分200台ぐらいカメラあると思うんですけどね、数える気にもならないんですよ、多すぎて。どんどん増えますし。まあそんな感じで。で、増えたら処分したらいいんだと思うんですけど、基本的に僕はあんまりね、集めたものをね、手放すのあんま好きじゃないんですよね。で、たまにね、動画でこれは将来的に売ろうかなって言ってるやつもね、結局売らないで残ってるんですよね。まあそのうちね、嫁がキラキラに怒ると思うんですけどね、もういや、いい加減にしろよとか言って、そのうち雨ざらしで外に並べられたあたりで、そういう刑が来るかもしれないですけどね。まあ今日はね、そんな感じでね、今日はもうカメラのね、仕入れた紹介だけの動画になります。実はね、この次にね、動画構えてまして、もうね、作成中です。で、そちらの方にね、俺のカメラとか、作品紹介のね方は、お任せするということで、この動画の次の日あたりにアップすると思います。まだね、編集も終わってないんで、まあ今日はこんな感じです。皆さん参考になったらね、
ぜひぜひね、あの田舎の骨董品屋さん、巡ってみてはどうでしょうか。そんな感じです。高評価ね、この動画がいいと思った方はね、特に、あんまりいいと思ってなくても高評価、いただけたらと思います。この動画ね、私の動画って、コメント、高評価にね、支えられてるみたいなんで、ぜひぜひお願いします。で、この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきます。今後もね、どんどん多分新しい、古いカメラ、ボロいカメラ、どんどん仕入れると思うんで、ね、興味がある方、フィルム写真に興味がある方、あんまり先デジタルはあんまりしないかもしれないですね。まあでもデジタルもね、時々はやりますけどね。はい、まあこんな感じで、チャンネル登録していただければと思います。はい、それでは次の動画、多分ね、明日ぐらいになると思いますけど、お待ちくださいませ。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。